ちょっとみんな聞いてくれ。女子受け視点でどう思われるか見てほしい方はコーデ写真を送ってくださいという感じで、いつも通りね募集してたんですけど、そこにねネタにしてくださいということで画像を送ってくれた方がいて、動画で悪くはないけど女の子から見るとちょっとここをこうしたらさらに良くなるんじゃないかという感じで、いつものねあの言い回しで言いました。そしたらその送ってくれた方が、いろんなアカウントとか、いろんな SNS で攻撃をしてくるんですよ。ちょっと私の名前を出したりとか、あとは私をタグ付けしたりとかして、その誹謗中傷的なことを書いていて、でわざわざ私の周りの人に消去依頼、動画の消去依頼のメールを送ったりしていて、本当に困るんですね。本当に困るのよ。動画1本作るのには約、30時間ぐらい時間かかっていて、みんなが送ってくれるっていう協力もあって完成してる動画だから、コメント欄で好評じゃなかったからとか、なんかそういう理由とかで気まぐれにね消してくださいって言われると困るんですよ。もしそこで私がじゃあ分かりました消しますっていう感じで対応しちゃうと、これからね私のことを嫌いな人がわざとコーデを送ってきて出て消せっていう、なんかそういうのがね多発しちゃうかもしれないじゃないですか。視聴者さんがみんな 100% 私のことを好きっていうことはないから、そういうこともこれからありえるわけじゃないですか、ね、そうするともうこの企画自体できないんですよ。女子受けバッチリだよっていうもの以外が出てくるたびにその消せって言われちゃうかもしれないから、そうなるともう全部嘘でも褒めちぎらなきゃいけなくなるんですよね。もうそしたらこの企画成り立たないじゃんと。そうだから、この方の気まぐれ一つで何時間もかけて作った動画は消えるし、1年半ぐらいかけてずっとやり続けてきたこの企画も全部潰れるし、楽しみにしてくれてる方たちにも、あとはね写真をたくさん送ってくれる方たちにも本当に申し訳ないので、なので私は続けようと思ってます。続けたいです。ただその毎日インスタのタグ付けとかで私のチャンネルは学びがないとか恥だとかそういうことを書かれて、チャンネルの説得力を下げたいのか収益とかを下げたいのかはちょっとね何が狙いなんですかねっていう感じではあるんですけど、事実無根なことを、コメント欄でね本当に事実かのように書かれていたこともあったので、営業妨害だし私の動画の無断転載もしてるし、弁護士さんに聞いてみたところ、結構重い罪になる、訴えたらおしまいなんですけど、相手の方の言い分としては企画内容を知らなかったっていう、こんな風に使われると思ってなかったっていう、そういう感じだったんですよ。そんなことある？仮にそうだったとして、本当にその企画内容を知らなかったとして、何の企画かも分からず使ってくださいって送ってくるっていうのは、その送った方が悪くなると思いません？何の企画か分からなかったっていうのがあっちの言い分だと踏まえてちょっとこれから聞いてほしいんですけど、その方は某ファッション店の店員さんなんですよ。で、そのブランドの服を着て送ってくれたんですね、写真を。ブランドのイメージが下がるなら頼まなかった案件ですっていうふうにその方はおっしゃっていて、案件？私はその案件としてお金をいただいてブランドを紹介するという形で別にコーデ写真を受けたわけではなくて、ネタにしてくださいっていうふうにただ送ってもらっただけなんですよね。そう、私も動画を何度も確認したんですけど、そのブランドのものに対しては一切ネガティブな発言を本当にしてなくて、むしろこのブランドのこのアイテムめっちゃ可愛いっていう感じでポジティブな発言をしてるんですよね。今までの動画の中ではすごい褒めてる方というか、私的にめっちゃ褒めた方だったんですよ。ただ全体的に見るとアクセサリーとかが多すぎて女子受けしないかもという感じで言ってるんですよ。だから、そのブランド自体に対しては全然ネガティブな発言もしてないし、イメージが下がるような感じではないんですよね。でもこんなことがあったんですけど、私はねこの企画すごい大好きだし、楽しみにねしてくれてる人がいるから続けたいし、私本当にすごいひどいことは言わないつもりなので、女子受けが本当に気になるとか多少いじられてもいいよっていう方だけこれからは送ってください。で、なんでわざわざこの動画を撮ったかというと、インスタグラムでみんなからね DM 送ってくれるじゃないですか、写真を。で、その時に今までは一人一人自分からメッセージじゃないですけど、なんかねいろいろ一言加えたりしてお返事してたんですけど、これからは、すごい申し訳ないんだけど機械的なメッセージというか、なんていうのかな、こう注意事項みたいなのをテンプレみたいな感じでね、みんなにねお返事する形になってしまいました。
そうやって確認しなきゃいけないなと思ったので、その企画内容を知らないで送ってきちゃう方がこれからももしかしたらいるかもしれないので、多分めったにはいないと思うんですけど、もしこれからそういう方がいたら本当にその方かわいそうなので、そういうことがないように気をつけていきたいなって思います。こういうことがあったから全部褒めちぎるとか、そういう特に動画の内容は変わりません。それでもいいよっていう方だけ送ってください。明日明後日にはまた小坊師匠の偏見企画がアップされると思うので、いつも通り楽しみにしてくれたら嬉しいです。はい、でいつもねコーデ写真送ってくれる方ね、本当にありがとうございます。背中向けてるけど感謝してます。